高倉美幸は、日本の女優である。旧芸名は、出生名の和田美智子。結婚後本名、あずま道子。1934年3月28日、千葉県銚子市に生まれる。銚子高校卒業後の1953年、東宝に入社し、大部屋女優となった。1955年、東映京都撮影所に入社、本名の和田美智子で映画、くれないくじゃくや、 百面同時、四部作などに出演した。1957年、新東宝の大倉光次社長にスカウトされ、同年7月、新東宝に入社した。同年、専門アジアの女王の川島義子役で初主演を果たす。1958年、天皇、皇后と日清戦争で、大倉社長自らの使命で皇后役を演じ、 さらに翌1959年、明治大帝と乃木将軍でも、皇后役に起用されて、皇后女優と呼ばれる。この皇后役へのご利用しで、高倉との愛人関係が、マスコミにばれた大倉は、記者会見を行い、万座の席上で、女優をめかけにした。と記事にあるが、女優をめかけにしたのではない。めかけを女優にしたのだ。と発言して、物議を醸した。 高倉が、皇后女優と呼ばれていたことも非難を増大させた。皇后女優と呼ばれ始めた後も、他の新東宝の女優と同様、脱獄集、女スパイ、女怪盗、有名文学作品のヒロインなどを演じ、美貌を誇る新東宝エロングロ路線の象徴的主演女優として、他の数々の映画にも出演した。1960年、スキャンダルが影響し、 主役に予定されていた映画、女王蜂と大学の竜、ラジオ、東京テレビの2本のテレビドラマへの出演が中止となる。新東宝を退社してフリーとなる。1961年、高倉の退社後、すでに危うかった新東宝の経営はさらに悪化して、大倉三次は退陣に追い込まれ、倒産。これらのスキャンダルによってトップ女優としての名声を失ったが、 以後もテレビドラマ、映画、舞台に助演で出演を続けた。1964年10月に日本テレビ、出版部長の東証氏と結婚する。1969年に芸能界を引退。家庭の人となった。明治天皇と日露大戦争の大ヒットで味を占めた大倉三社長は、八つぎに天皇、皇后と日清戦争を制作決定。 嵐勘十郎に再び天皇役を打診したが、荒寛は高倉の皇后役起用に反発、証券皇太后こんな人やない、まるでイメージ違うと大倉社長に言ったところ、大倉社長は立腹し、わしの女やから気品がないというのかよし、見ておれ。と無理やりに起用。さらに、明治大帝と乃木将軍でも皇后役に起用。これで、 マスコミに高倉と大倉社長の関係がバレてしまった。妾を女優に発言はこの時出たものである。かんは言わんこっちゃないと、この騒動を振り返っている。浸透法の俳優だった高橋克治によると、当時、大倉三次社長と高倉の関係は、社内では知る者はあまりおらず、高倉の抜擢を妬む女優はいったが、公然の秘密めいたものはなかったという。 大倉社長が高倉や女優たちを銀座のバーなどに呼んで接待させることはよくあった。また、小川金也監督によると大倉社長は最後まで高倉のことが好きだったそうで夫人に隠れて高倉の出演しているテレビや雑誌をいつも見ていたという。明治天皇役の嵐勘十郎が史実より若干年長だったのに対して史実における 証券公房45歳から56歳までを、高倉は23歳から25歳で演じた。二人の年齢差は32歳である。ありがとうございます。